はい、皆さんこんにちは。それでは本日早速始めたいと思います。光ノアのゴールデンウィークセミナーですね。初日のお話です。で、今回はこの特別教本のタイトルが「瞑想法の総合解説、心身の健康から悟りの境地まで」というふうになっています。で、瞑想をですね、一つメインテーマとしてやっていこうと思います。で、本日は第2章から始めます。その第2章の趣旨は身体操作を伴う瞑想ということです。で、第1章はですね、瞑想に対する、瞑想って一体何なのかとか、今までの人類の瞑想の歴史とか、それから瞑想の一部の瞑想の副作用とか問題点とかの解説で、ですから、それはですね、機会を改めまして、やはり皆さんに実際学んでもらって、実習してもらって役に立つ、第2章からの具体的な瞑想法、それをセミナーの冒頭からやってみたいと思います。で、身体操作を伴う瞑想、身体操作を伴う瞑想という、この第2章のタイトル自体がですね、その瞑想に対する考え方の中でも重要な部分に触れることになります。瞑想ってのは一体何かというと、瞑想はまず形がないんですね。こういう体の使い方をするから瞑想である、そうでないから瞑想ではないというものはあまりないと。座って瞑想するというのは、日本人にとっては座禅ということですごく馴染みがあるので、瞑想というのは座ってやるものだろうと思っている方もいらっしゃると思います。でも、それは座禅と言います。座っての禅なんだと。ということは、立っての禅、立禅と。そして、歩いての禅、坐禅ではなくて歩行禅というのもあるんですね。こんなとこからですね、座ってやるばかりが禅ではないということが出てくると思います。今、瞑想という言葉と禅という言葉と2つ使いましたけど、瞑想っていうのはですね、欧米の言葉ですね。これを訳したものです。メディテーションとかコンテンプレーションと。だから、ヨガや仏教の言葉じゃないんですね。ヨガや仏教の言葉を訳すとですね、禅とか禅定とか定という言葉、これになります。で、そういった言葉の問題はあるんですが、しかし、理論の方はある程度で置いといて、実際にやってみたいというところです。で、早速ですね、冒頭になりますが、講義を聞いていただくのを、なるべく良い心身の状態でということを考え、講義の前にまず簡単なですね、瞑想をやってみようということであります。その瞑想はですね、呼吸法で、このテキストの中でも紹介されています。これは吐く息を長くした深呼吸で、リラクセーションに役立ちます。まずやり方としてはですね、背筋をちょっと伸ばしてもらって、肩の力を抜いてもらいます。で、肩の力を抜くというのも、その慣れてない方だとなかなか難しいんですよね。で、その場合はコツは緊張の後の反動ということです。つまり、一旦ちょっと普段よりも逆に力を入れて落とす。普段より力を入れて落とすとね。ほぐしてくださいと言って、ほぐす、ほぐす、ほぐすって言ってもね、普段からずっと緊張してて肩こりもあって、どうしたら緊張が抜けるかわからないといった場合はですね、大体2つのコツがあります。1つ目はですね、今言ったように緊張の反動を使うということです。肩の力を抜くために、普段よりも意識して力入れて、その反動で抜くということですね。2つ目のコツはですね、ゆっくり動かすってことです。ゆっくりこうやってちょっと動かし、動かすとですね、やっぱりね、体はほぐれていきます。
ただこの時に急に動かすとね、体を痛める方もいらっしゃいます。少なからずですね、はい、じゃあ首や肩の力を抜きましょうって言うと、いきなりもう首をブンブンブンって回る、ね、肩もブンブンブンって回る、そういうふうになっちゃう方がいるんですけど、あまりですね、きついですね、速い運動よりもコツはゆっくりと回すということです。で、話がね、いろいろ飛ぶんですけど、体をほぐす一つの方法は、その適度なスピードで歩くことですね、うん、走ることじゃないですね、歩くこと、これも、ね、全身の、まあ、緊張がほどけてくるということなので、まあ、後日のご参考までにと、はい、それではですね、ちょっと背筋を伸ばして肩の力を抜いてもらって、で次にですね、お腹をちょっと意識してもらって、なぜかというとですね、普通はですね、背筋が曲がって肩の力が入ってるから、こういう形になるとお腹を圧迫して呼吸が浅くなってます。背筋を伸ばして肩の力を抜いて、お腹を伸ばしてお腹からの息の出入りができるようにすると。で、腹式呼吸っていうのは、これが長生きのですね、一つのポイントで、なおかつリラクセーションのポイントで、で腹式呼吸をどうやったらいいのかって時に、息を一緒しっかりと出すためには、私の経験上ちょっと口から出した方がいいんで、口を軽くすぼめる、こんな感じにして、まず息を出し切ってしまいます。で、反動で鼻から入れます。で、また口から出します。はいはい、今ね、見させていただいてると、この息を出した時にふっとね、体の力抜けた方ありますね。その感覚が重要です。すなわち、人は息を出してる時、吐いてる時に緊張が取れる、そういう体の構造になってるわけです。ですから今度それを意識しまして、まず口からもう一度息を吐きます。で、鼻から入れます。で、口から出します。鼻から入れます。吐くときはちょっとゆっくり吐きましょう。はい、ではここでちょっとコツを加えていきますと、第一に鼻から吸って、そして口から出すとですね。で、始めるときは吸って始めるんじゃなくて、まずお腹から息を出すことも意識しながら、息をまず出し切ってしまって、それから入れましょうと。それから3つ目がですね、息を出すときに吐くときにリラックスができますから、そのリラックスを感じてみましょうということです。で、まあそれもあるんですが、吸う息が3秒か4秒だったら、吐く息をですね、6秒から8秒、2倍長くかけるとですね、息をこう、深くゆっくりと吐くということです。ではもう一回やってみます。口から出しますね。で、息を入れます。リラックスしながら出します。入れます。もう一回入れます。はい、どうも。で、今ゆっくりと長く出して、だん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 ふーっと長く出して、リラックスできてきて、まあ心身がまあほどけてきたら、これはもうすでにですね、瞑想状態に入り始めていると考えていただいてもいいと思います。ですから皆さんもそのリラクセーションですね、リラクセーションというかね、それが進むと大体心も静まってくる、感覚が出てくるから、
そういった感覚をですね、感じながらやってもらってっていうことです。で、手はどうしたらいいんだというのがあります。手はですね、いろんなやり方があります。まあ、一つはお釈迦様の上印という手の組み方で、左手の上に右手を乗せてですね、非常に体がコンパクトになりますね。腕で楕円を、輪を描いています。そういうやり方もあるし、でもうちょっとリラックスしたかったら、こうやってあの膝の上にこうやって置いて、また手を左にこう置いてもいいですね。で、まあ座り方は先ほど言いませんでしたが、まあ安定しておれば正座でもいいし、それからあのね、ちょっとこれ、いろんなやり方があるんですけど、まあ椅子に腰掛けてもいいですが、その場合深く腰掛けて背筋を伸ばすと。で、手はこういうふうに置くのもいいんですが、こういうふうに置いてもいいですし、こうやってもいいです。この方が多分リラックスできる。で、この方がもうちょっとこう集中するみたいな、眠気がどの程度によって、あんまりリラックスすると眠っちゃうんですけど、緊張しててもあまり良くないんで、そこら辺は個々人がいい感じをつかんでもらう。そして座法を組んでる方ですとですね、手をこうやって開くとよりリラックスすると思いますね。こういうふうに手はですね、こっちの方が集中、こっちの方が主観という感じになると思います。で、まあ足の組み方はですね、これは諸説あるんですけど、すごく慣れてる方はね、あのヨーガの、 あの座法を組んでもらったらいいんですが、お釈迦様はこのレンゲ、座法というのを、ね、で、あのインドだとこうやったどっちからかの足の上にこう置く、こういったシッダーサナというのもあります。それからまあテーラーバータのね先生なんかは、足をねこういうふうに組むのはあんまり良くないということで、こんな感じでね、あの組まない、上に乗っけない、そういうやり方をあの進める方もいらっしゃいますが、まあ自分なりにですね、安定ができればいいと思います。で、ポイントはやっぱりですね、さっき言ったあの背筋なんですね。あの背筋をですね、こう伸ばせて肩の力を抜くってところがポイントで、で肩の力を抜くためには、それと関連しているところとして、まあ、首とか手とかがあるから、先ほどもこうちょっとこんな風でとやりました。で、ここでもう一回ちょっとやってみましょうということです。口をすぼめて息を出します。で、息を入れます。で、もう一回口から出します。入れます。一回入れます。大体以上で、まあまだまだね、いろんなコツあるんだけど、それはおいおいまた段階を追ってお話していきたいと思います。まとめると、鼻から入れて口から出す、入れるのと出すのが1対2ぐらいの比率、3秒4秒からに対して6秒8秒ぐらいと。で、出す時にまあリラックス、これ感じてもらうと。そして手の位置とかね、まあ、ちょっとあのまあ工夫してもらって、自分のいいところを探してもらうってことですね。はい、今都合だいたい3回ぐらいやりました。最初やるときはね、この入れて出して入れて出して入れて出して、だいたい3セットですね。ただ慣れてくればですね、これ10回連続しても15回連続してもいいと思います。で、最後の方が呼吸瞑想というような感じになってくると思います。はい、それではですね、改めましてこの23ページ第2章、身体操作を伴う瞑想、呼吸体操姿勢歩行と瞑想、これに関して読み上げながら解説していきたいと思います。1、はじめに、この章では身体操作を伴う瞑想を紹介する。ここでの身体操作とは体の動きであり、具体的には歩行、体操、呼吸法などである。これらは瞑想ではないのではないかと思われるかもしれないが、実は瞑想と一体不可分である。
というのは後に述べるように瞑想とは心の安定と集中といった心の制御コントロールの意味合いがあるが、この心の働きと体の在り方使い方動き方の間には密接不可分の関係がある。よって体を制御することで心を制御するという知恵が出てくるのである。そして東洋の伝統の知恵であるヨーガや仏教は2500年以上前からこの心身の深い関係を活用して心の制御を実現し、心身の健康平安悟りの境地さまざまな苦しみの解消を実現しようとした思想である。なお近年は身体心理学という概念のもとで体の使い方と心の状態の関係が心理学的科学的な実験等によって証明されてきているが、その点も後に触れたいと思う。この通りでですね、身体心理学という概念のもとで体の使い方と心の関係は科学的に実験的に検証されています。で、皆さんに今お話しした3秒4秒で吸ってで6秒8秒で出すというのはですね、そのヨガの、まあ、呼吸のやり方に即していますが、提唱しているのはお医者さんです。例えば自律神経の名医順天堂大学の小林博之先生、48の呼吸法、長生き呼吸法と呼んでいます。で、吐く息を長くするというのもこの身体心理学主な提唱者は春樹教授、早稲田大学の先生ですが、それが実験でですね、吐く息を長くした方がリラクセーションが進むと、具体的に科学的に言うとですね、ペット CO2 っていうストレス表示が改善すると、免疫グロブリンという免疫力のアップ、これが確認できるといったようなところから、まあ、証明した結果ですので、根拠のないことをね、お話してお勧めしているのではありません。科学的に、検証された結果で吐く息を長くするということです。で、ちょっとここでまた実技に戻っちゃうんですけど、吐く息を長くするだけじゃなくてですね、息をバーッと出したら一旦ちょっと止めてヒューッと入れるのがいいと言われています。これも実験で確認されているそうです。で、この息をちょっとだけ止めるというのはですね、ヨーガでは息を保つと言って補足、息を保つと書いて補足、クンバカと言っています。で、息を保つ、その息を止めるというのはどういう意味でいいのかと、集中を高めるということです。で、ここで体の使い方とそれから心の働き、精神の状態の相関関係ですね、つながりっていうのが出てくるんです。皆さんもですね、リラックスしようと思ったらですね、息を吐くと思うんですね。つまり、大変だった、ね、そしてただ何かにすごく集中しているときはですね、息してないですね、大体の。スポーツ選手とかはですね、ピッチャーが投げた球を打つときにですね、息を捨てたら絶対打てません。ピッチャーもですね、ボールを投げるときに息をしてたら絶対うまいこと投げられません。集中してる間は息が止まっていて、それが終わったらリラックスで息が出るということです。で、それを逆にやってるわけですね、ヨガは。リラックスするために息を出そうと、集中するために息を止めようとですね、こういう心の状態だとこういう体の使い方になる。集中してると息が止まってる、リラックスするときには息を出す、じゃあそれを逆にやろうとです。息を止めて集中を高める、息を吐いてリラックスをする、そういう心と体のこう循環というか相関性ですね、これを使っているのがヨーガであります。ですから瞑想というとね、心を静めていくものですけど、心と体がつながっているから体をコントロールすると心もコントロールできる。だから身体操作を伴う瞑想ということです。言い換えると体のコントロールを活用して心のコントロールをしていくというですね。ではもうちょっと先に行きます。2、ヨガや仏教の瞑想とは心の安定集中をもたらす修行。そのためにヨガ仏教における瞑想の本質を考える必要がある。まずヨガにおける瞑想とは何かというと、
古典ヨーガのヨーガの8回転アシュタンガヨーガでは、その8段階の中の主に最後の3段階がダーラナ、行念、一点への集中、ディアーナ、常緑、集中対象の拡大、サマーディ、主体と客体が合一した超集中状態である。一方、仏教が説く禅定とは、禅と定を合わせた複合語であるが、その禅はヨーガのディアーナに由来し、ディアーナ、禅な、禅と名まって恩赦された。その定はヨーガのサマーディの訳である。そして禅定は心が静まった定まった状態ないし心の安定と集中などと解釈される。こうして仏教やヨーガが説く瞑想の状態とは、心が安定、静止、固定した状態およびそれに伴う集中状態などと解釈することができるだろう。そこで仏教では瞑想を心の安定と集中をもたらすための主従、繰り返し行われることと定義することがある。いろいろね、難しい言葉が出てきましたが、一番最後の行です。ここポイントは、瞑想を心の安定と集中をもたらすための主従と定義すると。これはですね、かなり専門的な定義なんですね。ですがこれ一つ覚えておくといいと思います。心が静まってくるんだと。でそれは同時に集中なんだと。なんとなく難しい概念ですね。ただまあ一応この段階で頭に入れておいてもらって、でさっき皆さんが息を抜いてもらった時に、これでちょっと心が静まってくると。でも心が静まってくるとは同時に雑念があんまり生じてないわけです。雑念があんまり生じてないと。ということは心が安定するということと集中するってことはどっかで同じことなのかなとなんとなく思っていただければですね、まあある意味で上出来なんですね。ということです。で先ほど加えました、息を出してちょっと止めるといいんだと。ここのところがですね、本当に瞑想にちょっと触れるところですね。シーンとなっちゃう。ちょっとやってみましょうか。もう一回背筋を伸ばして肩の力を抜きます。そして口から息を出します。鼻から入れます。口から出します。リラックスです。出し切ってちょっと止めます。入れます。出します。ちょっとだけ止めます。入れます。はい、終了です。こうやってうまくゆっくりとですね、出してリラックスできるようになって、で最後出し切ってちょっと止めるというところが、心が静まって静止してかつ集中している状態だと、瞑想だと、禅定だというイメージなんですね。やっぱりあの禅定とか瞑想っていうのはですね、あの頭で学ぶものじゃなくて体でですね体得するものですね。体で体得するというよりも意識が、心が体得しないといけない。だから心を得る、また体得、体を得るもので、頭で知識を得るとはちょっと違うんですね。自分の意識が、これが瞑想なのかなと、そういったフィーリングをつかむのが非常に重要です。さて、もう少し読んでいきます。3、瞑想には形がない。座るだけでなく立位歩行状態も。瞑想禅定は心の安定と集中をもたらす修行であるが、逆に言えばそのような状態をもたらすものであれば、さまざまな形をとるものが瞑想となる。よって座って行う座禅だけではなく、立って行う立禅、歩いて行う歩行禅、歩行瞑想、筋品などがある。
私が知るスリランカ上座部テーラーワーダの仏教の構想は24時間が瞑想であると説いたし、禅宗の一部には食事もトイレも入浴も禅であると説くものがある。よって心の安定集中をもたらすために繰り返し行える体操、呼吸法、歩行法であれば、それも瞑想の一環ということができるのである。実際にヨーガでは先ほど述べた古典ヨーガのヨーガの8段階の中にアーサナ、ヨーガ体操、体法、プラーナーヤーマ、ヨーガ呼吸法、長期法、長足法と呼ばれるものがあるが、これらは全てその後のダーラナ、ディアーナ、サマディというより深い瞑想状態の準備になるものであり、その具体的な内容を見ると瞑想の一環というべき内容を含んでいる。それではまず呼吸法を伴う瞑想を紹介する。まあこんな感じでね、要するに座ってですね、その心の中で行う瞑想の前にヨーガはその体操の瞑想、呼吸法の瞑想といって、瞑想の準備というか初期段階の瞑想というか、そういった訓練をするのだと、こういうことがお分かりいただけるかなと思います。ではですね、もうだいぶ説明してるんですけど、繰り返しになっても確認の意味で次読んでいきます。4、長息呼吸法、ゆっくりと吐く腹式呼吸の深呼吸。ではまず一つの具体的な呼吸法を説明する。1、安定した座り方で座る。ヨーガ仏教の座法が組めれば組む、しかし組めなくても安定してればよい。正座、あぐらでもよいし、椅子に腰掛けてもよい。2、背筋を伸ばして肩の力を抜く。顔は前を向け、胸は軽く張る感じ。3、口から息を十分に吐く。お腹の息も吐き出すように意識する。4. 鼻から息を 3,4 秒かけて吸う。3の反動を意識すると良いだろう。反動っていうのは息をね、出してその反動で吸うってことですね。口から息を6秒から8秒かけてゆっくりと長く吐く。この際多少口を丸くすぼめると息を出しやすいかもしれない。 6. 息を吐き切ったら一瞬でいいので息を止めた後4に戻って息を鼻から吸うと。さてこの際の注意事項は以下の通りであると。ここからちょっと秘訣を加えていきます。これが瞑想に関係する。1、目、視線は動かさない。動かすと心が動くですね。じゃあちょっと私の方を見ていただいて、こんな感じですね。要するにさてここでですね、目をつぶるか半眼で開けてちょっと下を見るか、これはいろいろ考えがあります。禅の方はね、半眼で下を見る習慣のようですけど、ヨーガの場合目を閉じるっていうのも十分あって、それはいろいろとあるんですけど、まあ次に書いてあります。2、目はつぶるか禅の瞑想のように半眼半分閉じるで視線を下に落とす。視線を下に落としてもいいが、顔は下に向けずに前に向けたまま。緊張が強い人は目をつぶった方がリラックスできるだろうと、ね。3、息を吐くときに心身がリラックスするので、それを意識的に感じるようにする。息を長く吐くときにリラックスすることは心理学の実験でも確認されている。息を吐いた後に一瞬間を置く方がよりリラックスすることも確認されている。4. 手は左と上に右手を置いて、それを足の上に置く。仏教で上陰と言われる。もしくはそれぞれの手をそれぞれの膝の上に置く。どちらが良いかは自分でやってみて選択する。次にこの呼吸法のメリットに関して説明する。ということでね、大体もうすでに説明したと思いますけど、目つぶるか、また半眼で視線だけ下に向けるかはともかくとして、とにかく目を眼球を動かさないようにして一点に固定ということですね。手の方はこんな風な感じでまとめる手もあるしね、こうするとね、両足と手がこの一点に集中する。これはお釈迦様がお悟りになっただけの姿勢です。でもまあもうちょっと緊張が強かったらですね、こうやって開いてしまった方が緊張は抜けるんじゃないか。こういう手もありますし、こういう方もということですね。
もったいないですから、もうちょっとやってみましょう。まず息を出します。で、息を入れます。息を吐きます。リラックス。ちょっと止めて入れます。出し切ってちょっと止めて入れます。リラックスしながら吐きます。出し切ってちょっと止めて入れます。はい、お疲れ様でした。